皆さんこんにちは。それでは一橋大学2022年第2問の解説を始めます。問題文は次の通りです。0小なりイコールシータ小なり 2π とする。座標平面上の3点を00、P、コサインシータ、サインシータ、Q、1、3、サイン2シータが三角形をなすとき、三角形 OPQ の面積の最大値を求めよう。はい、ということでね、一つ橋のまあ微積のまあ微分の問題でしょうかね。一つ橋に関しては、まあ微積に関してはね、非常にオーソドックスな問題を出すことが多いですけれどもね、今回の問題もまあ、非常にね、典型的というか解きやすい問題なのかなというふうに思います。ですのでね、ぜひとも獲得しておきたい問題だというふうに思います。はい、ということで早速ですけれども解説していきましょう。この3点がね、三角形をなすとき、その面積の最大値を求めなさいというふうな問題ですけれども、三角形の面積に関する公式いくつかありますけれどもね、それ概要欄にね、高校数学で登場するものはすべてね、まとめているつもりなんですけれども、よければそちらご覧ください。で、今回みたいに、まあ、原点が1個頂点になっていて、あと2点ですね、座標が与えられているときには次の公式がね、便利です。ということで、点 P を AB、点 Q を CD とすると、三角形 OPQ の面積というのはですね、2分の1倍の絶対値 AD-BC と。いうことになります。三角形をなさない場合、まあ、つまり OPQ がね、例えば点が重なってしまったり、あるいは一直線上にある場合なんていうのは、この値にきちんと0になります。0になりまして、その場合はね、まあ、面積0の三角形というふうに考えることができますので、そのような場合についてもまあね、一応まあこの、式は成り立つというふうに見なすことができます。ここら辺の話はまあちょっと細かい話ですけど、まあ難しく考えずにもそのままね、面積を求めてしまっていいということですね。はい。ということで、OPQ が三角形をなすときには、その三角形 OPQ の面積というのは、2分の1倍の絶対値、外側同士ということで、コサインシータ、3倍のサイン2シータ。引くことの内側同士ということで、サインシータとの絶対値ということですね。で、これのね、最大値を求めていくわけですけれども、まあ、この絶対値の中身もうちょっと整理した方が良さそうでしょうかね。はい。サイン2シータをね、2倍のサインコサインっていうふうにやってあげますと、6倍のサインコサイン2乗と。で、引くことのサインということですか。コサイン2乗をね、1引くサイン2乗にしてあげますと、5倍のサインシータ引く、6倍のサイン3乗シータということでね、サインだけの関数になりますので、サインシータを t でおきましょう。ね、そしたら、まあ、サイン3乗っていうのは t 3乗になりまして、t イコールサインシータと置くと、置いてですね、もう絶対値の中だけに着目しましょう。ft イコール 5t 引く 6t 3乗と置くと、こいつの、まあ、絶対値付きの最大値を求めればいいわけですね。ということで、f't は、5-18t 次乗でしょうか。で、f't が、まあ、いつ0になるかというと、それはですね、プラマイ、ルート18分の5ということでね、3ルート2分のルート5ですね。つまり6分のルート10と。で、シータね、が0から 2π の範囲動くので、t は、まあ、全範囲動きますね。シータは、0から、はい、2π の範囲を動くと。範囲を取り得る。とき、はい、サインシータであるところの t は、もちろん、マイナス1以上、ね、1以下の範囲を取ると。ということで、ft の増減表は以下の通りと。どういうことかというと、t があって、f't があって、ft があって、マイナス1があって。ここら辺がありますけどね、ルート10というのは大体、まあ3ちょいですから、マイナス2分の1ぐらいですか、プラマイマイナス2分の1ぐらいなんで、両方ともこの範囲にね、ありますね。マイナス6分のルート10、それから6分のルート10、そして1というような形ですね。で、0、0で。はい。これは、3次の係数が負の3次関数ですから、基本的に下がって上がって下がるということで、下がって上がって下がると。
下がって、上がって、下がるというような形になります。で、今ね、最大値、こいつの最大値求めたいんですけど、絶対値の中身分析してるので、小さい方についてもね、着目しなくちゃいけません。今、ここにすでにマイナス1って書いちゃってるんですけど、F マイナス1が1。で、F1 がマイナス1っていう感じで、F の方にもね、着目してあげる必要があります。はい。とは言っても、こいつ、帰還数ですので、帰還数ですから、原点を中心にね、点対称、グラフは点対称になってますので、ここが1だったら、こっち側は、そのマイナス倍のマイナス1。で、今 F マイナス6分の10を求めようとしてますけどね、マイナス6分の、5ルート10、プラスの36分の10ルート10ですか？はい。で、マイナス9分の5ルート10っていう風にね、求まりましたけど。だから、ここはマイナス9分の5ルート10だったら、その反対側のこっちっていうのは、マイナス倍して9分の5ルート10なんですね。帰還数ですので、グラフはね、点対称。ね、原点中心に点対称だと、いうことでございまして、まあ、こんな感じで、値が求まります。F の6分のルート10というのは9分の5ルート10と。じゃあ、最大値は何なの？絶対値が一番大きいのは何なの？というふうに言われたら、ね、ルート10はだいたい3ちょいですから、まあ9分の5ルート10というのはね、こいつ明らかに1を越します。はい。ということで、よって、絶対値 FT にしましょうか。絶対値 FT の、最大値は、9分の5ルート10で、三角形、OPQ の最大値は、2分の1倍したものですから、18分の5ルート10ということになるわけですね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まずこの三角形の面積に関する公式、概要欄の方に証明載せておりますのでね、よければそちら、きちんとご確認していただけたらなというふうに思います。で、まあ、それを使えば至って一歩道ですか？まあ、絶対値の中身だけ取り出していますので、ちょっとここら辺ね、符号のマイナスの方、両方着目する必要が一応ありますので、一応全部ちゃんとね、調べてあげる、極地、端っこの点ね、調べてあげる必要がありますので、まあ、そこだけちょっと注意してください。はい。まあ、ね、至ってね、標準的な3次関数の微分の問題かなというふうに思いました。はい、ということで、今回の解説は以上です。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。